さあ、前回の動画からね、同じ部屋で走ってますね。ちょっと、ピッチャーキットありますね。さあ、世界にちょっと恐怖を、植え付けることにちょっと前回の動画で失敗してしまったので、見事なピッチャーキット率、いいぜ、お前ら。そこを選ぶっていうところがな、どういうことか分かってんだろうな。おい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 。これはとってもエキサイティングですよ。こんにちは。こんにちは。世界の皆さん、こんにちは。あと一人いるのか？あ、12人揃ってんじゃんよ、これ。みんな土俵待ってます。いやー、お前ら、ピーチサーキットの糧になれ。来い、ピーチサーキット来い。おっしゃー、俺のピーチサーキットだ。俺のところだよ、お前。おい、メキシコも犠牲になるぞ、今日は。よし、悪いね。ここで俺負けたことないんですわ。俺は得意ステージなんですわ。モートンが3兄弟。モートン3兄弟、行くぞ。さあ、これ、何度も言ってるけど、愛の選手のスタートを100円でダウンロードコンテンツで販売しよう。バカ売れだわ。愛の選手、お万長者かよ。愛の選手、おい、なんで毎回俺に攻撃すんの。危ない、バナナ。俺が、例えば、これ、ドンキーを使っていたら、マリオ久しぶりに見たら、マリオカートでマリオ久しぶりに見たら、マリオカートなのに誰もマリオ使ってるやついねえからな。オッケー。危ない、神回避かよ。愛の弟子、神回避かよ。ウケるわー。愛の弟子、うますぎるわー。まあ、ピーチサーキットではね、これぐらいの補正ついちゃうんで、主人公補正っていうのいわば。ロゼッタサーキットにしようか、今日から。イカは効かねえ。あー、ちょっと、タイミング遅かったよ。まずいよ。さあ、滑るんでね、イカ、スミクラウド滑るんで、もうドリフトも早めでいいですね。ドイツどこ走ってんだよ、ドイツ代表。どけよ、日本代表、愛の選手の走りについてこれるか、ドイツ。さあ、ついてこいわ。あ、これ久しぶりに、アイテム、ノーアイテム、ショートカット、通称 NISC も決めに行こうかと思ったけど、キノコが出てたんでね。NISC という技術を忘れていたよ。さあ、これを持って、これクラクション持ったまま1位出ちゃおう。1位出ちゃおう。クラクション持ったまま1位出ちゃおう。1位出ちゃおう、これは。いいぜ。ちょっと1位無理そうだ。1位無理そうなんで、アイテム切り替えまーす。よいしょ。いくぞ、パックだ。パクパクしていく。食べていきたい。うわー、逃げろ。後ろから。ワリオ食べたい。うわ、1位だ。愛の選手、どこ入ってんだ。1位なんだよなー。俺が1位なんだよなぁ。逃げ切れさせてもらうわ。やっぱりピッチサーキットだからなぁ。愛の選手1位かよ。うわぁ、スター、世界のスーパースター、待ってください。行くぜ。久しぶりに勝負は決めに行かない。怖いから。バナナ。待って、あいつを抜かす。お前出てくんなよ。お前なんで出てきた。死ねや。うわぁ、後ろからなんかこれ。まずい。俺が1位だっつってんだろ。俺の1位だよ。な、わかってんだろ。日本代表、愛の選手。俺のアイテム。俺が、ワリオ、死ねや。よっしゃ、ワリオ、さよなら。よし。やっそ。くそ。1位取りたかった。くそ。あ、でも2位だったワリオ。一番下まで落としちゃった。あーやったぜ。うわー、超疲れた。めっちゃ疲れた。もう全身全霊かけたわ。2位、いいですね、2位。マイリスしてや。みんなマイリスしてや。今俺頑張ったよ、相当頑張った。あ、もう運営コースベビーパークで勝とう。あー、褒めて、コメントで褒めてください。はい、コメントで褒めて。甘やかされることが大好き、愛の選手。まあ、ゆとり教育なんでね。さあ、動物の森。あ、動物の森で四季、どこが来るか当てたらマイリスください。冬が来ます。当てたらマイリスください。すさまじいな。マイリス欲しすぎかよ。冬が来てんじゃねえかよ、これマイリスだな。これもうマイリスだな、これ。さらに3位以内入れたらもう絶対愛の戦士アンチもマイリスしてください。愛の戦士アンチも絶対マイリスしてください。もう3位以内入ったら、これ冬はいいよ。冬は俺一番好きだよ。俺の誕生日も冬だよ。コイン取っていく。うおー、雪だるま美味しい。雪だるま美味しいからな。
あのみんなさ、あ、いや、ちょ、押すな押すな押すな、あの雪降るじゃん、雪降った時にさ、小学生ぐらいの頃さ、例えばかき氷のシロップとかであの雪にかけた食ったことあるやつみたいな、いない？これ俺なんかみんなに話してね、ないわみたいに言われるんだけど、ちなみに俺はあの雪降った時、ちなみに俺千葉県住まいなんですけど、千葉県ってもう年に1回か2回か本当雪降らないかぐらいしか、もう雪ってあんま降らないぐらいなんですよ。その雪がね本当珍しいんですよ。だから小1の頃雪降った時、自販機でサイダー買ってみんなで食いましたね。雪降った時汚ねーとか言われるんですけど、雪はね汚くないよ。ロゼッタちゃんと一緒で綺麗ですからね。うわー、危ない危ない、ここに噴水あったのか。ちょっとアイテム取れなかったよ。みんな俺が強いからってそうやって狙いに来たな。俺の実力やっと思い知ってきたか。危ない危ない、こいつ何、こいつこの村人めっちゃ村人怖い。よしよしよし、危ない村人が外れた、村人が外れた、危ない危ない危ない。ちょっと俺が雪の話してるんですよ。みんなやったことないかな。まあいいや、これはもうそんな話してる。今危ない危ない危ない、こいつ俺のこと消しに来てる。アイノ選手どこ走ってるの、アイノ選手どこ走ってるんだ。裏道ですね。キラが来てる、怖いよ。うわー当たれ、誰か当たれ、危ない危ない。キノコじゃない、リンゴ。アメリカめっちゃいたとか走ってる。アメリカ、おい、こいつに当たれ。さ、この辺投げとけ、誰かに当たる。いや、スターじゃない、キラ来てる、怖い、キラ怖い。うおー、逃げろ、アイノ選手。ちょっともう変な話してて、もう変な話しなくてたのが遅いけど、アイテム切り替え失敗していく。ボートの邪魔、ボートの邪魔だよ。うわ、オーマーになっちゃった。うーん、くそ、てめえら、アイテムで勝つなんてお前悔しくねえのかよ。アイテム使って勝って、おい、それでも悔しくねえのかよ。おい、それで勝って楽しいのかよ、アイノ選手によ。あ、いいのか。おい俺にもアイテムくれよ。さ、もう、3レースで1本の動画なんで、これ毎回言ってるけど、これ次で勝ったら、正真正銘ですね。正真正銘マイリストもらおう。これで3位に入ったら、もうマジマイリストして。てかもうマイリストもらってんだけど、雪の時点で。わ、なんかめっちゃ変な顔来た、こいつめっちゃ変な顔、もうドイツにはこんな変な顔のやつしかいないのかみたいな。もう自分を追い込む。ネオクッパシティ難しいからね、自分自身は。あ、みんなも下手くそだからな、ここ。あー、選びたかったのにメッセージ。最後に勝ちに行くよ。世界中のプレイヤーにマリオカードの厳しさ、最後に教えに行きます。最終的に教えに行きます。平方鉱山まあいいや、ピーチサーキット最初にやったから。わ、固まった。みんなの笑顔で固まった。怖い。レート的、うわ、なに、日本のコネクトとかいうやつ、レートおかしいだろ。コネクト。以上。いくぜ。今のくだりなかったことでしょ。今のくだりが忘れてください。今のコネクトのくだりなしでしょ。なし。やめよう。忘れ去りたい攻撃者。うわー、村人、バナ食べて。痛い。うくらえ。あ、どこに乗ってんの、あれ、バナナ。どこに乗ってんだよ、バナナ。おー、待ってくれよ。ちょっと待って。さあ、ここはね、サンドリが非常に速いんだよね。サンドリ速いんだよね。ほら、こんなに速い。ほら、めっちゃ抜かしてる。キノピコー、お前の頭食わせて。あいつ、キノピコとかキノピオとか食ったら、ダッシュできるのかな、みたいな。カニバ。こっから逆転狙いてぇから、あ、キノコがあるから、俺のアイテム、うわー、ロゼッター、結局遅くなっていく。俺のこと、緑コーラちょっと厳しくないですか、アイテム選手。アイテム選手、抜かしてみろよ、モートン。どこ行った。お、待てよ、俺がこれ。狙い撃つぜ、当たれ。ここから、メイスナイパーアイテム選手の緑コーラ。誰かに当たって、うわ、キラ来てなかった。このアイテムは、まだ使わない。マリオじゃあな。ここで使うといい感じにアイテムが取れる。なおかつサンドリができる。アイテムこれ切り替えできないんじゃないの、遅かったんじゃないの。ロゼッター、わあ、お前待て、ちょっとケツかせ、スリストくれ。
やばいな、やばいな。待ってください。あ、マリオカート8だけに8ですね。どうでもいいわ。今8なんて欲しくねえんだ。ドイツ、お前運転フラッシュでいいわ。ドイツは、あれですからね、12歳以上は飲酒確か OK だから、今そんな話をしてる場合じゃない。飲酒運転ですね。危ない危ない、ロジェットどこ行ってんだ。さあ、こっから勝つよ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 。トークがだんだんガバガバになってきたよ。来たー、キラー、てめえら全員ミンチにしてやるからよ、待てや。だスター使わないで。ねえ、ちょっと当たって。誰でもいいから、当たって。よし、さあ、ちょうどいいところで切れてくれた。ちょうどいいところで切れてくれたよ。さあ、ここから狙いに行く。さあ、ここから狙いに行く。絶望的愛の戦士。ここからの勝ちは、正直絶望的愛の戦士。まずマリオが急に出てきたけど、お前、自分が主人公だからって、お前、ダメだわ、お前。自分のゲームで、自分の作ったゲームで、いやー、これやっちゃってるね。やっちゃってるね、愛の戦士。今日は、だいぶやっちゃってるね。マリオに焼かっ、マリオ、マリオなんか瞬間移動してんだけど、保存ジャンプしてんだろ、あいつ。マリオに負けたとか言ったらぶっ殺すから。なんでや、マリオ、お前のこと俺今抜いたやろ、マリオ。マリオカートマジクソゲーだわ。もう、主人公がクソな時点でクソゲーだわ。もう、いや、二度としません。二度としない、このゲームは。お疲れ様。